おはようございます。どうも原口あきまさです。モノマネとかやってます。カメラマンの嫁ちゃんです。おはようございます。おはようございます。ちょっと訳あってすっぴんなので、映りたくないということでカメラマンを自らやってくれております。なんか前回のドライブ企画あったじゃないですか。はい、嫁ちゃんが中型免許を実は取ってました、取りましたみたいな、はい、学校行ってましたみたいな、あの動画あったじゃないですか、はい、ドライブと思いきや教習所に着くという、うん、あれがなんか結構バズりまして。そうみたいですね。ああ、寝てますまだ。あ、起きてます、起きてますごめんなさい、めっちゃ間が悪かったっすけど。ごめん、なんかやり直す、いや他のこと考えてましたよね。やり直そっか。やり直さないですよ、もうそんなやり直しとか聞かないですから。そんな YouTube めんどくさいことしないですから。あれバズったんですって、結構。いや嬉しい。まあ、バズったっつっても、うん、この原口あきまチャンネル内でバズったっていうだけで、そうですね、そんなにクソバズったわけじゃないんですけど、うん、どこからも何も聞かないですもん。ええ、ただなんか、うん、それを見てですよ、はい、その動画を見てですよ、はい、なんと、うん、お仕事の依頼が来たんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。てってでー、赤信号なんで、てってでー。本当にいや嬉しいよ、これはすごいですよね。ねー、需要がちょっとでもあったんだと思ってねー、うん、ありがとうございます。ちょっと今日は嬉しいからね、ええ、カメラ回しちゃおっかってことで。カメラ回しちゃおっかってことで。寝てます？なんか起きてます。めっちゃテンション低いですけど。そう、外行き用ですみたいな声出すのやめてもらっていいですか。いやほら、もう結構前回のあの動画で、中型免許取った動画で、うん、あ、嫁ちゃん気が強そうとかいうコメントが来たわけですから、もうバレてる、バレてるわけですよ、うん、バレちゃってたね。もうバレてるわけですから、もうそんなもう作んなくていいんですよ、うん、気が弱かったらそんな免許なんか取んないもん、ね、気強いですよ。それで今日はどこに向かってるかと言いますと、そのお仕事に向かってるわけですね、はい、そうなんです。夫婦でイエーイ。鼻毛出てるよ。出てんの今日も。今日も出てるよ。今日も出てんの。なんで家出る前に言わないんだよ。だからいち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 鼻の穴見てあげられないから。いつもこれ言ってるけどさ、自分のことで精一杯、うん、もう付き合った時から言ってるよねこれ。違う、鼻毛出てるかどうかは家を出る前に言ってくれよ。いやこれさ、あれだったよね、お互いずっと認識、言葉の認識の違いずっとしてたよね。そう、あの出る前に言ってくれよっていうのは、家を出る前にってことなのよ、ね、でも私は鼻毛が出る前に言ってくれよって言ってると思ってたんだよね、うん、そうやって捉えちゃって、出る前なんか分かるわけないじゃんって言ったのね。そう、でもその出る前なんか分かるわけないじゃん、俺は出かける前の鼻毛がチェックできるわけないじゃんって、ね、そう、それと捉えちゃったから会話としては成り立っちゃった。そう、ずーっとで、あれちょっと待ってっつって、ちょっとお互い違うこと言ってないみたいな。そう、ある時ね、そう、数年経ってからね、なんかアンジャッシュさんの心の声のコントみたいになっちゃったの。そう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 、あったね。すごいよね。で今そのお仕事に向かってるわけですよ。はい、嬉しいね、ほんと。ちょっと どんな気分ですか。初めてですか、そういう系のお仕事は。いやいや、そうですよ。だって有名な雑誌なんでしょ。絶大なる主婦から、主婦やそういうあのなんていうの、 OL さん。寝てます。起きてます。まあ脳みそが、いや違う、脳みそが、女性が脳みそが寝てます。もうしょうがないですよね、まあ、朝から子供たちねのこともあるから、子供たちを早く学校に向かわしてからのこれですからね。あとなんかね、昨日ワクワクしちゃって全然寝れなかったの。本当に寝れなくて、もう小学生の遠足気分や。もうね、ね、もうずっと起きてんの、目つぶってもずっと起きてて、昨日夜中帰ってきたじゃん、うん、あの時も実は起きてた。そうなんや。そう、嬉しいな。どうせこの動画見てる人たちも早く嫁ちゃん映せよって思ってんだろうな。嫁ちゃん毎回出てほしいっていうね、コメントも来てましたよ。いや嬉
嬉しいな。でもそんな簡単に出しませんね。申し訳ないですけど。こっちも出れないわけね。うちの嫁ちゃんなんで、すいません。髪の毛とか写しとこうか。妖怪じゃねえ。今こんな髪色です。稲穂か。稲穂ですか。本当に。野球でね抜けちゃったから染めに行ったのよ。そうね。はい。まあ今日は本当にだからその取材の模様をですね、はい、夫婦のお仕事の模様裏側をこんなことないので動画に残しとこうっていう最初で最後だよこんなの。本当に遺作になるよこれは。おやめなさい遺作なんて。まだ長生きしますよ私は。本当に頼むよ。これを機に今度はね、うん、その CM なんかもね狙っていきたいなと思ってますけど、ちょっと欲が大きすぎるんじゃない。そういうの嫌われるよ。え？そういうの嫌われるよ。嫌われるよとかで好感度が大事なんでしょ、したら CM っていうのは。そうね。もうこれ自慢じゃないけど、うん、お笑い芸人のね、うん、人気ランキング、タレント人気ランキング、うん、一回も入ったことないですから。ただ裏ではめちゃ、今のさ、ただ裏ではめちゃめちゃスタッフさんの評判がいいという噂なんです。全部噂。全部噂です。今のランキング入ってるんですよっていう流れだからね。え？今の話の流れはランキングに入ってるんですよっていう流れだからね。ちょっと運転してから集中してもらって。何よ。静かにしてもらって。もう言えてないじゃない。自分もちょっとルンルンじゃあ運転に集中したいからちょっと本当に。いやでもね、うん、私の周りでもやっぱお母さんたちからおやっぱあっこ面白いって結構言ってもらえるよ。そうなんですか、はい、それめっちゃ嬉しいっすね。あの身内にすごい受ける。身内にはすごい受ける。申し訳ないけどこの間もね、はい、長男の野球の機会があってね、はい、もう何百人いたかな、はい、その後ろにいるわずかなママたちとパパたちの中で、はい、めっちゃ受けてたよ、ね、そうですね。マイクがないからそうそう、遠くまでステージまで届かなかったんですけど我々の近辺でご飯を食べてた人たちにはもうめっちゃ受けてました。いやめっちゃ受けてたよ。ああ。ありがとうございます。いやでもああいうの大事よ。大事なんです、うん。そういうの。とりあえず。はい。ちょっとその前の嫁ちゃんの動画がバズったからっつって夫婦動画回してるわけじゃないんですよ。これ。うん、そこからねお仕事がいただけたので。いただけたのでっていう報告部位です。はい。はい。なので向こうついて裏側がどんだけ取れるかわからないので、うん、今ここで尺稼いでます。そうだね、はい、一切取れないかもしれないです、ね、一切取れないです。ただ嫁ちゃんは映せないんで、あのすっぴんなんで。まあ別に映ってもいいんだけど、まあ映っても見苦しいと思うから。いやいやとんでもない。見たくないと思う。ただ嫁ちゃんの顔は今保湿でテッカテカです。そうそう、保湿されてますから。保湿だけはしてきたから。そういうことでね、あと20分ぐらいですね。あと20分ぐらいつきますから、はい、じゃあお楽しみに。近い。車ではね今日顔見せれなかったですけど、ようやくメイクが完成したんで。お子さんがイメージしてあんた、そういうテーマいただけるんですね。応援してるから。ちょっと小芝居入ってきて、最初はちょっとめぐみさんでいいのかな。めぐみさんこっちの方がいいじゃないですか。いや、大丈夫です。ちょっとね、そして春日さん飲めていただいたりとか。はいはい。あ、すげえ。何の撮影ですか？やめてください。見てみたい。ちょっと見よう。あ、すごい。え、すごい。すごい。すごい。走ってきてる感じの。
え、すごくない？なにこれ。すごい素敵です。すごい素敵。これもすごい可愛い。こんな風に映ってんだ。恥ずかしいね、なんか。すごい素敵です。こんな夫婦。美女と野獣やん。これをすごい見てほしくて。これを。これ全然違うよ。結構違う。雑誌が違うじゃん。でも多分普段の原口あきまさ。あれはね。網にしがみついてる感じが。元気が日頃の行いがいいからね。自分で言うことじゃないけど。自分で言うことじゃないけど、本当に日頃。のめちゃんの日頃の行いがいい。いやいやいや。めっちゃいい。めっちゃ可愛い。あ、すごい。こんな爽やか。ほら、コツンだね。ほら、ほらほら。コツン来て、ちょっと照れちゃうみたいな。もうみたいだね。爽やかやな、なんか。ほら。ああ。ほら。ちょっと白い。ちょっと照れちゃう。照れちゃう。なんか、年取ってきたね。なんかね、うん、なんか味が出てきた。味が出てきた。めっちゃ可愛いです。プロフィール写真した方がいいかな。確かに。使いたいですね。うん。ドラマの話きますね。めっちゃかっこいい、ほら。わ、いい。めっちゃいい。かっこいい。違う原口ちゃん。いいですよ。入ってます。ゾーンに。ゾーンに入ってる。こっちのみんな。入ってます。ドラマの話しちゃうかも。どうすか？え？ほら、見て。かっこいいな。俺じゃないみたいだ、本当に。いや、俺ってこんな顔するんだ、ね、いつもふざけてるね。すごい、やばいな。やばないですか、これ。いつもふざけてる顔しか見てないから。誰がや。真面目な顔するわ。女性ファン増えますね。本当ですか。あー、すごい可愛い。いい感じに大人になってきたな、メグも。メグ大人になったな、だって。みーちゃんすげえ大人になったな、本当に。なんかこんな顔あんまり見ないからな。いや、可愛い。いつもほうね。いつもやっぱり。お母さんの顔になりますもんね。お母さんの顔になるから、そう。たくましくなってる姿はよく見るけど、やっぱりこう見ると女性ですね。素敵な女性ですよ。これですよ。原口さんご夫婦の真骨頂は。クイック。俺が岸谷五郎さんに見えた。確かに。似てる。似てる。岸谷五郎さん。本当だ。役になりきってます。目で憑依しました。ほらほらほら。ああ、すごい。すごいな。